らっしゃいませ、いらっしゃいませ。中華料理はいかがですか？中華料理か、ちょっと寄っていこうかな。いらっしゃいませ、ご注文は何になさいますか？せっかくだから、だしの効いた肉まんはあるかな？だしの効いた肉まんですね。安丸まん一丁、オーダーお願いします。あれあれ、階段に長い行列ができていますね。みんな何を待っているのかな？何かお出汁のいい香りがしてきましたね。このいい香りは四国で一番売れている安丸達さんですね。なるほど、今日はこの安丸出汁を使って中華まんを作るんですね。それでみんな階段に長い行列ができていたんですね。まずは中華まんの中身になるあんを作るんですね。今回中華まんに入れる具材は椎茸とおネギと白菜と豚肉のひき肉でごま油で炒めていきます。そしてここで安丸だしさんの登場です。このおだしは1回分がパックになっているので袋を切って入れるだけです。肉まんの生地はホットケーキミックスで、ホットケーキを焼く用の生地を作って冷蔵庫で少し寝かせておきます。あれあれ、今度はスライスチーズを持ってきましたね。そしてさっき作った具材が登場です。はい、いよいよ中華まんになってきましたね。生地で具材を包んだら、いよいよ中華まんの元が完成です。美味しそうな中華まんの元ができましたね。それではこれからスチーマーを使って中華まんを蒸していきたいと思います。美味しく蒸せるように湧き水を使ってみたいと思います。もうすぐ安丸まんができますね。いい匂いがしてきたな。蒸し始めてから20分、いよいよ中華まんの完成です。それではお皿に盛り付けしたいと思います。中もうまくできているか切ってみたいと思います。わーい、チーズもとろけて出汁入り中華まんが完成しました。今回は四国で一番売れている安丸だしを使って中華まんを作ってみました。
ぜひ皆さんも自分だけのオリジナルの中華まんに挑戦してみてください。おいしくできたよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画をご覧いただきました皆様に限定で、今回の料理に使った風味豊かな安丸だしを特別価格にてご案内させていただいております。安丸だしを使ってみたい、もっと詳しく知りたい方はぜひ動画概要欄をご覧ください。また次回動画もどうぞお楽しみに。